ではトラックで終わった 100m 終わった6名のスタートです。
それではこれから平成27年度一般財団法人鹿児島実業協力協会工業協定の選考を行います。今年度はこの度募集いたしました新ドルマの中心運転者の表彰を進めて行います。年間と少年期間にご注目ください。プログラムをお楽しみの方は一応をご覧ください。最後に鹿児島実業協力協会の平成27年度厚労省を表彰されます。プログラムをお持ちの方は一定数受賞される方はお名前を呼ばれましたら前にお進みください。プレゼンターは一般財団法人鹿児島陸上競技協会副会長根賀浩司であります。川原厚労省は1999年被害者に特殊審査員の資格を受け取られ、教育審査員として、全国的に、全国的に業務に登録し、他の機関となるものであります。